皆さん、こんにちは、マーティン、デアノミヤクボーイ、キビギググだけです。まあ、日ハム、巨人、西部に在籍した、あの、メジャーから始めた、マイケル、仲間さん、シテいかな、ドラフトで、メジャーからドラフトで呼ばれたそうでございます。いや、おったまげー !2005 年、ルーキーやから、まあ、前半活躍するも、後半は全く活躍せず、怪我の影響で、はい。その、翌年に、セを獲得したそうです、西部まあ、ハムの方程式としてもう活躍。もう、 おさえとして役割を果たし、一ハムでも大半活躍し、その後トレードで巨人に移籍したが、なかなか思うような結果出ないんですがね、10年後頃は結果出てるが、その後西ブに移籍して2試合先発任されるも、ダメで結局は引退となってしまいました。まあ2018年後にオーストラリア代表のアシストコーチとしても務めてはおります。はい。今どうだったかはわかりません。はい。やはり変化球多彩でもすごいですし、ストレートもやっぱり恐怖です。はい。以上でございます。バイバーイ。